はい、ロンスケです。さあ、いよいよ始まりましたね、前夜祭、スプラトゥーン2前夜祭ね、やっていきたいと思います。待ちに待ったスプラトゥーン2ですよ、始まりますね。では、プレス ZL&ZR。 おー、イエーイ、みんな活かしてる。ハイカスウェアの中心からテンタクルーズがお届けします。お、どっちを聞く。フェス始まったぞ。ロビーの前のタッチパネルから投票して参加してください。フェスマッチのステージは、なんだこれは、ガンガゼ野外音楽堂。なんかすごいステージっぽいですね。やばいやばい、声声声、ガンガゼくんですね。風が気持ちいいらしい。音のノリもいいと。なるほど。海女美術大学、海女美術大学ですか。まあなんかちょっと名前がね、ていうか俺の読み方が多分下手くそだと思うんですけども、やっていきたいと思います。とりあえず行こうぜ、行こうぜ。これね、4時間限定なんすわ。17時から、21時まで。行こう行こう行こう。乗り込め。行ってみようぜ。あのね、完全にね、僕時間間違えてましてね、19時からと思ってまして、19時から23時と勘違いしておりましてね。あの、地獄を見せられるっていう。あ、なんか始まった。で、たまたまツイッター開いた時に、あの、フェス始まったとか言って、嘘みたいな感じで今、駆けつけてやっております。15時から21時まで。はい。やっていきましょう。フェスマッチチーム戦あると。へぇ、ソロ行きましょう。ルール確認。すいませんね、ちょっと。まずルールから。あ、これ、あ、ルール確認がめちゃくちゃ楽になってるね。今までって一回間違ってルール確認をしたら、めちゃくちゃ連打しなかったけど、すぐ戻れるようになってるし。いけるね。スーパー素材がもらえると。まあ、実力を示す。実力示せばいいと。ソロ部門とチーム部門、最終結果発表。なるほど。まあ、とりあえず、まあ、やってみてって感じかな、一回ね。カスタマイズ。スーパーでカスタマイズ。スプラマニューベ？マニューベ？いや、まあ、まずはスプラシュータコラボから行こうじゃないですか。服とかなんもないでしょ。ね。あ、これこれ。ジャイロ操作。操作感度。あー。なら0ぐらいでいいんじゃないかな。あ、でも2、1、ちょっとこれはちょっとまだ感覚つかんでないかわかんないけど。まあそんな感じですかね。で、行こう行こう行こう。バトル行こうぜ、バトル。で、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 で。さあ行くぞ。ソロマッチ。さあ、これ人数おんのかな？楽しみですね。みんなおんのかな？前夜祭。スイッチ持ってる人は多分みんなやってると思うんですけどね。おっ、あ、涼介2人おる。珍しいですね、こういうケース。縄張りバトルのガンガゼ野外音楽堂か、海女美術大学ですね。さあ、これ相手どんな感じなの。ロックボーイですから、今回僕投票したの。相手何やったっけ、これ。ロックじゃなくて何やったっけ。ポップボーイか。さあ、来た来た来た。ポップボーイ。うお、楽しみやな。ちょっと待ってよ。弾どのボタンが打つとかちょっと思い出さんとあかんからね。プロコントローラーですから、あの、スプラトゥーン1とは違うからね。まったく。海女美術大学やっていきたいと思います。さて、うおぉ。うおぉ。ちょっと待って。何を、あ、これで打てるんや。あ、はいはいはい、なるほど。で、×でジャンプ、あ、B でジャンプか。で、これであれか。了解了解。いけるいける。余裕やわ。見つけ次第倒せばいいんだろ。よいしょ。オッケーオッケー。余裕だ。よいしょ。待て待てや。おったあったあったあった。やばい、縛られる。逆に縛き倒す。よいしょ。あー、逆に引かれていく。あ、でもなんか、あれや、俺がちょっとダメージ与えたから、キル画面がちょっと出たね。あの、味方と協力して、なんか、倒しても、なんか、キル画面に出るみたいな感じのシステムだったはずやから。まず縄張りなんでね、これ。ちょっと、しっかり抜いていこうか。あ、やばい、なにこれ。新しいスペシャル。そうや。マルチミサイラーや。気をつけないと。燃えてくるね。おっとっとっと、ここやろ。逃がさねえぜ。よいしょ、やだ、俺が逃がさねえぜ、なっても。ほっ、なにこれ、これなんてやつ。お、来た、来た、来たー、舞い上がれ、舞い上がれ、え、いけいけいけ、いけ、よー、これあれやな、ジェットパックやですね。さあ、結構押してんじゃん。危ない危ない、ちょっと待って、慎重に立ちまう、突っ込んできやったな。ふん、甘い。よいしょ、縄張りなんだよな、これ、塗りましょう。結構まあ、カメラの動かし方って難しいかなっていう。この、こういうね、
こう横のスライドがちょっと難しいかなっていう。あとはあの上のあれですね、イカちゃん何が言ってるか分かるっていうのはでかい。これサブがスプラッシュボムですね。あ、やったやった、スプラッシュボム強いな。こうやってポイって投げただけで結構刺さるぞ。マルチミサイラー逃げよう、マルチミサイラー逃げろ。あれはかわしやすいな、比較的スペシャルとしては。おい、あ、これを器用に立ち回れば多分刺さるぞ。みんな多分初心者やから、よし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 、来いよ。突っ込んできたら地獄見せてやるよ。よいしょ、からのジェットパッカーズ、いけ、舞い上がれ俺のジェットよ。あ、おった、え、気のせい、気のせいか。よいしょ、ジェットパッカー舞い上がれ、舞い上がらなかった。もう少し研究してみるか、ステージについてどんな配置になっているのか。はいはい、なんかスパシャやってくれてるらしいぞ。そうそうそう、お、え、またマルチミサイルボム、うわー、でもあれはほんまにかわしやすすぎるな。ちょっとシステムがちょっとあかんな、かわしやすすぎる。よいしょ、まああれは多分足取られたらあかんっていうコンビネーションはどうやろうな。間に合えば俺は刺す、よいしょ、刺す、よいしょ、もう倒すわ、よいしょ、シンプルに全部倒す、よいしょ、すべてを、よしよしよし、すべてを破壊してやるぜ。よいしょ、でジェットパック行こうか、ジェットパック、そこら辺塊にぶち込んでいけ、いけ、舞い上がれ、あかん、ちょっと微妙、うまいことかわすな。惜しい、やったやったやった、ジェットパック厚切る、よしよし、あいつインクないぞ多分。詰めよう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 、オッケー、終わりだ、オッケー、しっかり詰めて、でこれもしっかり、よーし、猫そぎ、何やこれ、よしよしよし、おお、キャ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 、やばい、死ぬ、これちょっと下げよう、死ぬろ、オッケーオッケーオッケー、あ、マメにもあるんや。終わりましたね、1試合目、記念すべき1試合目を終えていく、いいね。さあさあさあ、どんな感じでした？ああ、ジェットバックでキル取ったとかわかんねや、スペシャルで何キル取りましたよみたいな。で、デスは出んくなったんか、何デス食らいましたとかはあんま出ない感じなんかな。続けた方がいいんかな、やめた方が早いかな、続けた方が早いよな。さあ今度はガンガゼ、ガンガゼ野外音楽堂、言いにくいな、ガンガゼってな。さあさあさあ、お、チャージャーおんな。今回寿司コラ使ってるんで、寿司コラ、これ寿司フラッシューター言うんかな、分からんけど、とりあえずもうしっかり全員倒していくっていう立ち回りがいいんかなと思うんで、ね、マップこうやって見て、で当然ジャンプもできるっていうことだよね。こんな感じでヤッホーみたいな、ジャンプがワンとはちょっと難しくなってるから、そこ注意しないといけないね。よいしょ、あ、いや、チャージしながら降りる、なるほど、それは強い。よいしょ、チャージしながら置いとけるっていうのはなかなか優れてますな。よいしょ、後ろから借りたい、危ない、これ、よいしょ、どうぞ、あ、ボムかわしたか、よしよしよし、しっかり切り刻んで、ここはジェットパックで対応で、よいしょ、ジェットパックに対してジェットパックで直撃を取る、取りたい、無理か、よいしょ、 OKOKOK、 オッケーオッケー、なんとか耐えて元の場所に戻ります。さあ、こう立ち回りが難しくなってくると、どこが敵のリスポンかわかんないから、やばい、死ぬ、よし、ここは下がって、ここはエイムで返そう、エイムで返していく、よいしょ、ボム、スパンチ後ろ、よいしょ、どこ行った、あれあれ、ちょっと、あ、おったおったおった、あ、やべ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 、ちょっとスッと抜けさせてもらおうか、スッと抜けさせてもらおう、あ、落ちるんか、ここ、マジか、気づかなかった、ほら、よし、ヌガジャンももらいたい、もらいたいけど、クレソニア、ボム、よし、ジェットパッカー溜まる、行くぜ、ジェットパッカーズ、ファイヤー、ぶっ刺され、その頃チャージャーに向かってよ、スヌマジャにも刺したい、いけいけいけ、ジェットパック、あ、オッケー、かっこいいな、この武器、このスペかっこよすぎじゃね、よいしょ、さあ、やつを追いかけ、追撃の一撃、お、うまいな、器用に立ち回るな、よいしょ、器用すぎる、やばい、器用すぎた、今の壁を利用するなんてやるね。今回ギアがインク回復とかのギアやからね、みんな一緒のギアやから、なかなかギアはなんか分からへんっていうね。よいしょ、新しいギアとかはまたね、普通発売してからですね。さあ、ポイント、あ、ジェットパッカーぜ、危な、刺されてるやん、味方、結構今回あれか、強敵現るか、どうだ、現るか、あら、おーし、よしよし、洗っていく、よいしょ、奥とどめ、しゃ、いいね、お、味方か、さあ、しっかり縄張りですから、よいしょ、あのね、スプラトゥーン1の時はほんまに俺縄張りやらなかったよね、あんまり。フェストはやりましたけどもね。やっぱガチマッチでちょっと燃えるっていう。
よいしょ。オッケー、刺すわ、任せな。よいしょ。申し訳ない。相手ごめん。よいしょ。ごめん。よいしょ。全部倒す。すまねえ。よいしょ。悪いな。よいしょ。全部破壊させてもらうぜ。ほい。ボムをね、結構器用に使いたいよね。どうだ？味方は多分安全に塗ってくれた。俺が切り取り係みたいな形かな。よし。ここはもう先に弾を打ち当てて全員倒していく。ほい。さあ来いよ。よっしゃ、ボム刺さった。あ、こんな感じわかるんや。X ボタン押したら。さあ、54パー勝ち。オッケー。これ18キルってことかな。のうちの3キルがスペシャルですよってことですよね。さあ、海女美術大学やっていきたいと思います。縄張りバトル。たくさん縄張りを確保しろということでね。さあどうだ、向こうも寿司2人か。行きましょう。プロコン結構いいね。あのゲームパッドってでかすぎる、正直。あのスプラトゥーン結構その小学生にとっても難しかったんじゃないかなとか思っていて、スプラトゥーンって俺でもあのゲームパッドでかく感じてたから、プロコンでできるってのはなかなかいいんじゃないかな、ほんまに。でゲームパッドがでかすぎるっていう現象を避けれるから、よし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 。今回は結構あの気軽に持てるって感じだからやりやすいですね。よいしょ。何やれ、マルチミサイラーか。しかしマルチミサイラー撃ってる最中に俺はしっかり、ジェットパックが出ました。さあ、のローラー刺したいな。よし、これはやれるな。何、あ、そういえばあれか、一応今は多分横振りやられたけど、縦振りとかいう技術もあるから、あのローラーの射程舐めたらいかれるって感じかな。さあ、向こう3ダウンか。ここ塗れへんねや。なるほど、 BAC と払ってないよみたいな。あ、ここも塗れへんねや。了解了解。だからシューターの取り扱いには注意、ローラーの対策には注意って感じかな。よいしょ。さあ、まずは塗りましょうか。塗り塗り塗り。ちゃんとこれね、池とかボートもあるんや。ボートのボム投げてみよう。あ、届かへんの。よいしょ。ほい。さあ、のシューター刺したいっすね。よいしょ。おったおったおった、ボム。わあ、え？やられた。やるな。さあ、どうだ？味方、やってくれた、ありがとう。マーメンに。カモンもあんのかな？カモン。ナイスカモン、ナイスカモン。今、ブッシュに言うたけどね、味方改造しちゃうの、これ。よいしょ。改造落ちんとどうしてんねんけどな、できれば。よいしょ。できれば落ちないでいただきたい。よいしょ。どこや？あれか。ちょっと早めに倒さないとあかんってことやな。よいしょ。あー、1位、うまいな。今回なかなか敵やるんちゃうか？味方が1人回線落ちかな、わかるんかな今度。一番左のローラーの人は多分ね、プッシュン言うたんよ。まあ多分任天堂スイッチやから、みんな回線が安定してないんやと思うよ。よいしょ。俺一応優先繋いでるんですけど、多分無線で当てると多いと思うんだよ。よいしょ。刺そう。オッケー。これもやろう。オッケー。これもやりたいな。ジェットバックに切り替えるか。よいしょ。うまい。よいしょ。おら。そこのローラー刺したいねんな。いっけ、そう、ああ、直撃しない。ジャンプ、ああ、マジか、マジか。悲しい。一応、ジャイロ操作はね、あるんでね、プロコンでも。ただ、なんかちょっとこう、反応が違うから難しいってのあるけどね。よいしょ。ちょっとだけ遅く反応みたいな感じかな。よいしょ。やばい。やばいやばいやばい。やばい。あーはーはー。寿司こらー。やばい、もう足場がなくなってもうた。味方のローラーが消えたことにより、やばいやばい。あー、これは終わった。くそー。もうしゃあないしゃあない。マルチミサイルか。有効やな。よいしょ。強い。フィニッシュー。負けちゃったねー。はい、ということで今回はスプラシューターですね。これで前夜祭でした。ありがとうございました。